皆さんご無沙汰しております R ワンパチ先生です。なんと今年もこの企画が始動することになりました。ありがとうございます。去年は結構直前だったんですけれども、今年は割と早めから動き出しているので、それに伴いちょっといい結果が見えるんじゃないかなと思います。そしてなんと今年ちょっと早速重大発表がございまして、去年の反省を生かしまして、この R ワンパチ先生企画で初めて生のお笑いライブを開催します。どん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 パフーパフーパフーということでですね、来たる12月17日土曜日13時から新宿の V1 という、すごくアクセスのいい劇場、本当見やすいいお笑いあの劇場でやらせていただきます。チケットは11月19日の、土曜日から発売します。ぜひぜひ皆さんあの振るって、お越しいただきたいと思います。あのこれ配信では見られないんですね、なんと。そして残念ながら去年もすごく頑張っていました、ダイナゴミツコだけ今年はスケジュール NG で出れませんということで、ミツコはちょっとそういうところがありますよね。残念なんですが、ミツコはこういう不運も乗り越えていける女なので大丈夫だと思います。去年の、メンバーからさらに新しいメンバーが増えまして、今は行く気が湧いてこないあなたもきっとここから始まる動画を見ていったら応援したくなって、どんな風にネタが変わったのか生で見たくなるはずです。そしてこれを見てる生徒のみんな、今野ブルマ出るぞということで、もしかしたら芸歴もそれなりにあるしお客さんいっぱい呼ぶんじゃないかって思ってるでしょう。なんなんなん、私はファン固定2です。そのうちの1は塩島団です。でその塩島団が今回ライブに出演するということで、固定1の、坊主のメガネのおじさんしか私は呼べないので、みんなで頑張って盛り上げていこうぜということで、あるワンパス先生お笑いライブぜひ来てください。生で至極のネタが見れるはずです。お願いします。この動画が良かったと思った人はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。